皆さんお疲れ様です。お疲れ様です。過去2回大反響だった企画覚えてますか？そんな企画はあったっけ？スタッフが、はいはい、井上さんに内緒で勝手にデートするいやいや、あれ大反響ですか？で、僕問題点を洗い直したんですよ、うん、井上さんがおっしゃってたことを振り返ってみて、うん、ちょっと童貞感出てる。出てるよね。うん、気持ち悪いもん。それを払拭するために、うん、私ハゲディが今回行ってまいりました大丈夫？よし、平和島行ったの。お待たせ。待った綺麗な。え、なんで今日そもそもボートレースか。ちょっとごめんなさい、あ、もう誰ですかもはやこのチャンネルにも出てない人とデートするはもう暴挙も暴挙やで。でも逆に新鮮感も、全く知らない人やから。知らないですか？今ここデートスポットとしてスタイルもめちゃくちゃいいんですよ。みんな来てる。え、そうなん。でもなんか確かにさっきからちょっとカップルっぽい人いるかも。やっぱりでも何て言えばいいですかね。日傘ちゃんとさして。私ももこなんで、ももちゃんとかももとかももちゃん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 って呼んでいいですか？ももちゃんで行きましょう。じゃあすいません、ももちゃんって呼ばせてもらいます。え、私はなんて呼べばいい？ハゲ。無理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 。ハゲ呼べるわけないやろ。どこだと思ってるんですか？こんな風に。オボトレス場ですよ。いっぱいいるからちょっと待ってよ、なんなん今の絡み。ハゲいっぱいいるからっていいよ。ハゲって呼んで自分いじった自虐ネタで言ったのを重ねるかのように周りの人だけ傷つけていくという。気まずいから。じゃあ僕でも本当にハゲってハゲってあだ名なんですよ。はい、じゃあハゲちゃんとか。まああだ名やからね。今日は無意識を増やして帰りたいだからボートレースで今日ここで見ますよ。めっちゃ涼しい。俺もしたことないな涼しいですか？涼しい。ボートレース自体面白いからね。ねえ、ボートレースよくやるんですか？私の頭とかも手間暇して。うん、誰と来たんですか？彼氏とかですか？友達。男の人ですか？男の子もいます。やっぱりちょっと大人女子やからそうなんだ。端々にエロされてるな。とりあえず飲み物買いきますか？え、お酒は好きなんですか？あ、そうなんですか。なるほどな。乾杯。いいなぁ、お互いお酒飲みながら、はい、え、結構やるんですか？結構やりますよ。いや、でもちゃんとデートしてるね。去年で200万負けですね。めっちゃ負けてるやん。そんな負けてんの？はい、嘘じゃないです。いや、もう良くないよ。そのうちの後輩の粗品もそうやけど、粗品は稼いでるからええで、別に負けてもね、それ以上にとんでもないお金稼いでるやろうから、やっぱ大人としてちょっと200は引いちゃうよね。まあでもそれも笑ってこう返してくれるのが大人女子やからね。ちなみに200万負けてる男ってどうですか？みたいなのはもうやめたから。うん。じゃあもうやめたってことはやってたってことやろ。じゃももさんちょっとなかなか人生経験豊富そうやな。いやだから若い男をこう扱うのも上手やし、で年上にこう甘えるのも上手なんやろうな。いいよももさん。結構若い時はそういうなんか夢追い人みたいな。うん、まあいろいろ遊ばれたりもあったやろうな。やめたから。あ、そうなの。やめたやめた。あ、そうなの。え、ってことはあれ、ももちゃん、彼氏いたことあるんですか？あるやろ。絶対にあるやろ。30だよ。ないんですか？え、彼女いたこと。振り返った感じゼロっすね。話がちゃうやんなあ、はい、ホンディとクロディが
童貞感あったから今回ハゲディが行ったんでしょ、はい、めちゃくちゃ童貞やん。え、もしかして童貞え、嫌ですか。嫌ですかはちょっと答えづらい。言えないよね。こっからいろいろ教えるのもなかなか大変やからな。勝負に強い。じゃあ1万円も今日どんだけ増やせるかってどうですか。あ、いい。いいよ。いい。これで負けた方が勝った方のお願い聞く。あ、いい。大人っぽい、大人っぽい。いいね。1万円ね。うん。1万円勝負。1万円勝負。これちょっと上がるんですけど。ちなみにさ、今日のさ、ファッションのポイントとかあるんですか。今日は夏。夏？夏。色とか。夏。あと外だから。うん。あ、いいね、やっぱり。あ、なるほどね。スケスケがエロいっすね。何言ってんだ。やっぱでも大人やな。こう行くよとかこうちゃんとエスコートしてくれるし、買い目だけしっかり言いますね。あ、いいですね。2人とも価値の買い方やってるね。16000、割と配当もつくし、うわ、いいね。残念ながら、いや、今まで回した。でも16000の狙いも悪くなかったよ。違う、この方時点でもう全部ないんですよ、これは。ボートはね、そうやから、ね、怒ってる。いい、怒ってない。怒ってない。怒ってない。怒ってないけど、なんか食べよう。あ、お腹空いた。人柄出るから。お腹空いた。お腹空いた。じゃあ、ここ行く。行こう。ちょっと、まあ、そう。ハイボール2個。あと、もつ煮込み2個。いいね。ライス煮込み。いや、平和島うまいねんな、ご飯。めっちゃいいよ。もうハイボール飲んでるからね。美味しい。開けてるけど、やっぱり美味しいもん食べてる時って、人っていい顔するよね。今日、全然もう負けてるけど。美味しい。うまい、これも美味しい。串カツもうまい。半分食べていい。ちょっとごめんやけど、これどこで飯食うてんの。この後ろにも人おって、飯食う場所。すごすぎ。帰りたい。え？暑いなと思って。してるやん。もうモンさんのプラン通りに進んでるやん。酒飲んで。暑いなーでちょっとデコルテライン見せてエロさも強調していく。おっぱいともつ煮込みだけ取ったらあかんて。ちゃんと顔も入れんと。すいません、童貞だから。てかさ、なんかこう青空と相まってさ、すーげーいいんだよね。なんかお酒も入ってるし、ね、このももちゃんの、いい、うん。楽しみやってんの。これ運ばっけんじゃないですか。運だけ。うわ、兄ちゃん。3万5000。なんかラッキーナンバーとか信じます。ラッキーナンバー結構信じる、うん、なんか誕生日のだけみたいな。そう、僕結構ラッキーナンバー調べるんですけど、今日が3と1と0でした。え、0？ハゲちゃんの、うん、ラッキーナンバー、うん、あ、1、3。あ、いいやん、すごいやん。0。え、めっちゃいつもやってる毎日。0は嘘。これラッキーナンバー嘘やろ。本当ですよ。こんな奇跡ある。いやいや、皆さんそうおっしゃると思って、うん、そこだけは僕言い訳したくて、うん、あの
いや、そんな奇跡的なことある？ほんまや。3と1と0？ももさんの誕生日、はい、3つともがラッキーナンバーやん。そうです。こんなんもう結ばれるに決まってるやつやん。そうですよね。すごいね。すごい。え、3と1と0がラッキーナンバー？すげえ。やばいじゃん。私じゃん。てかもう、そうよね、これ運命的なやつですか？無視されてるやん。おーい、ハゲディ。めっちゃしんどかったっす。船犬見て大虫。かわいそう。いくよね。ラッキーナンバー。残り5000円。3と5は全く買ってない。モロちゃんは全然好きなタイプってどんなタイプですか？嘘つかない。え、どんなタイプが好きなの？おっぱいが、大きくて、お尻も大きい人。え、おっぱい大きいですか？聞かないよ、そういうのって。写真集見な。あ、始まる。7レース。これ、当てないといけないですからね。そうだよね。今日1回もない。さん、2が出てますよ。でも2はでも1、このままだと1じゃないですか。向こう来てますよ。うわ、6来た。3落ちから待ってない。あー、1、6。とりあえず1は、1、4、6。これでいけるわ。あ、取った、多分164。あ、つくんじゃない？ 6 が2着に来てるってことは。いや、ラッキーナンバー無視して当たんのかい。すごい、やばい。何やってんの？やった。え、これはやりました。いや、でもすごくない？残念な、1万8000取ってんの。ありがとうございます。たけちゃん、今の成績は200円買ってるから36000。5500円使ってます。おー、これやん。十分まくれる金額ありますね。ただのボートレースの動画やん。違う、僕が勝たないとさ、意味ないじゃないですか。すごいね、おもさん。いいじゃないの、こうやってラッキーナンバーあんだけ言われて全部無視して実力で当てたんや。いいこと言いました。基本やっぱり俺は世の中レディーファーストの方が幸せに回ると思ってるんで、男子が楽しむのはもちろんですけれども、それよりも大前提、女子を楽しませる、その精神が恋愛においては非常に大事だと思います。多分このももさんはいろいろしてきたから、若い頃にちょっと派手めなパーティーも行ってると思う。うん、社長系周りを転々とした時もあっただろう。だからこういうの分かってんねん、さすが。これがすごいなぁ。付き合ってよ。当てたらね。そうだ。よっしゃ。え、当たってんの？付き合ってね。最後まで見てくれてありがとうございます。続きのトークはあなたの夢の中で。